はい、こんにちは、平山茂と申します。今日は4月10日土曜日でございますね。皆様お休みの方、いい休日を過ごしていらっしゃいますでしょうか。私は今日も相変わらずこの服を着て軽バンに乗って配送をしております。最近私就職活動を開始したところだったんですけれども、急遽ですね、また話がもうコロッと変わりまして、ちょっとある仕事のオファーが参りました。軽配送の仕事は変わりはないんですけれども、ちょっととあるものを運んでくれというお仕事がちょっと舞い込んでまいりました。なので、ちょっとですね、就職ももちろんしたいんですけれども、まずはちょっとオファーをいただいたということで、そちらの仕事をね、5月のゴールデンウィーク明けから開始することになりました。まだ、何を運ぶのかは言えません。まだちょっと言えるかどうかも分かりませんけれども、また追ってですね、またお伝えできるのであれば伝えますけれども、それまでちょっと楽しみにしていただいて、楽しみにするまでもないかもしれませんけれども、またご報告できればと思います。さあ土曜日、いやー今日も相変わらず本当に天気が良くて、そしてパブロンも絶好調ということで、花の穴が素晴らしい素晴らしいです。この動画をね、見る頃にはもう夜になってると思いますけれども、いい休日過ごしましたか？こんなにね、天気が良かったらもう家の中でももちろん楽しいでしょうけど、外もね、やっぱりね、楽しいですよね。まあ渋滞とかあるからちょっと嫌だなっていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあ私今渋滞にはまっております。まあいいんですけどね、まあいいんです、そんなことは大丈夫ですからね。大丈夫ですよ、あなたは大丈夫です。大丈夫、今日も安全運転で、イエス。ずっしりじゃん。よっしゃ、帰ろう。よいしょ、帰ろう。